間違えた。2番す。2番。おお。確かに俺のタイプやな。ちょっと話しかけてみようか。小嬢さんの名前は？私は鈴葉と申します。鈴葉さん、私エステティシャンをやってまして、僕もあのエステとかよく行かせてもらってますよ、結構ねあのリンパの通りが良かったりすると気持ちよくなってしまう。こいつ死んだ方がええんちゃうか。何がお前ら笑っとって笑うな、何もわかって全然わからへん。このままいける、このままいける、いけいけいけ、上がってる好感度。皆さんはお友達同士なんですか？仲が良さそうなんですけども。あ、そうなんですよ、大学からの連れで。あ、そうなんですよ、もう今はね全員別々の仕事してるんですけど。あ、どうも、私ウツと申します。 あなたがウツ先生と申す方ですね。そうです、ヘアアーティストをやっておりますので、何かお困りのことがあれば私に何でも聞いてください。そうですね、僕は帯分けのって言います。違います。違います。お前が違うじゃん。あのコースのことを知りたければ僕に聞いてください。よろしくお願いします。あれ、よろしくお願いします。あ、この名札に書いてあるこの4文字の名前はこれ AKA なんで、またのなんです。はい、わかるか。でもオビワンさんとお呼びすればいいんでしょうか。あ、本当オビワンです。はい、いや、あの困るから小根島でいいと思いますよ。本当に困ると思います。小根島でいいと思います。あ、じゃあ、まあ、呼びたら AKA でもいいですよ。 AKA の方で呼んでもらってもいいですよ。はい、でも名札が小根島さんと書かれてるので小根島さんとお呼びしますね。まあ、こっちでもいいっす。はい、違いやこれは今その鈴菜さんに対してやってる、それとも鈴菜ちゃん鈴葉か、それとも全員に対して。まあ全員に聞こえてるでしょう、その場で言ってるってことは。あ、なるほどね。なるほどね。あ、じゃあどうもどうも、僕あのケバブ焼いてます。あ、これよかったらお近づきの後ろに焼きチーズどうぞ。そう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 、ケバブ屋が焼きチーズっていくケバブじゃないんや。こちら最近開発新メニューでして焼きチーズそのまま販売してるんですよ。あー、えぇ、そう、美味しいですよ。あ、あとあのこっちあのこれあの冷えたウイスキーもあるんでね、一緒に、ね、飲むとね結構いいですよ。おいよチェニオ、チェナ、チェナ、なんや、あのケバブ屋ピッ、あのケバブ T シャツ B、 これこれこれ、あのケバブ屋これや。どういうこと、どういうこと、まさかゾムに向かってやってるんちゃうやろな。ふざけるのもいい加減にしろ。これこれ、あのケバブ屋これこれこれ、え、ちょっとちょっとちょっと、違うやん、言わせないだけやないかい。いやすいません、うちの友人がねあのバカ騒ぎしてますけど申し訳ございません。私はね筋肉喫茶店員プロテインでねあの働いておりますロボロと申します。ちょっとそうやった。そうやった、筋肉喫茶店、あ、お前書いてあるわ、お前書いてる、筋肉喫茶店って名前ないよ、はい、お前初めて知った。フルーツ湯の手で飲むと書いてね、プロテインでございます。覚えてください。わかりづらいわお前。私ねもう一人ねあの男性で1名ね、あのね、豚かと思いきやね、実はこの方は人間なんですけど。そうですよ、珍しい生き物でしょ。誰が珍しい生き物や。その通りや、お前。やめとけ、お前。お前、世界中探しても俺みたいなとこなかなか来れへん、オンリーワンや。そうよ、オンリーワンや。こんなんですけどもね、船積みのね、ドライバーやってます。ああ、あそ、あそこ、そうやったか。船積み、わかります？多分わからないでしょうね。船積みってどういうお仕事なんですか？ディーラーさんって、まあ、あの車屋さんのね、車をね、お船に積む仕事ですね。あ、へぇ、下ろしたり出したり、下ろしたり出したり。トントン、そういえばお前なんか寸止めが得意や言うてたな。あ、ほんまよ。お前はお前車との車のお前もう指一本入らへんまでギリギリめちゃめちゃ喋るやん、めちゃめちゃ喋るやん、お前その特技身につければね、お前何台へこましてきたと思ってた。よお前クビにならなかったな、お前。大丈夫、自分の車でやってるから。あー、なるほど、あ、それは、ね、自分の、ね、自分の車でもダメちゃおうか。あ、なるほど、いえ、家の壁とお前何回接触してる。あー、家の壁でな、そういうことや、お前行動でやってんのかと思ったな。バカかおめえはよ。
いや男性陣全員の紹介終わったんで、じゃあ女性陣の方も自己紹介いただけたらなと思います。そうですね、そうですよ。では私からそう言って一番左端に座っていた女性が自己紹介を始めました。私はナナと申します。職業は着ぐるみダンサーをしています。一般的な言い方をするとスーツアクターが近いかもしれません。着ぐるみを着て踊るお仕事です。引き締まってそう。うちさん、あれ20代ですね。ナスですか。え、あ、お前聞こえるぞ。お前、小声で話せ。小声で、小声でやってる、小声でやってる。え、ごめん、なんで聞こえなかった。ちょっと待って、あいつあれちゃうか、あいつボーカシリ来てんちゃうか。ちょっと待って、お前これしまってうつ怪しいぞ、これマジで。違う、お前ら、聞け。このままやったら、次のは完全に地雷のまま突き進んでしまう、タダさんだ。今の会話の中でどうかけても地雷やったやろ、こいつが。いや、そう、痛みをもってチーナー学習せなあかん。一番あかんわもう、一番もう正直あかんわもう。2、3、4、5、続けていけチーナー。お前は直すな。その通りや、一番はもうダメあれは。うん、おそんなでかいこと言うの、お前。ほら。え、ごめん、聞こえたらなんて。あのナナっちゅう女は若すぎる俺のタイプじゃない、ダメやな。自己紹介聞いてからにせ。大きい声で喋るな。うん、じゃあお次の方ちょっと。お前はあの、なんやそれ。うん、次の方どうぞ、ちゃうねん。お次の方ちょっと。面接診察。2人目の女性が、鈴葉さんが自己紹介を始めました。では改めてもう一度自己紹介をしたいと思います。私は鈴葉と申します。エステティシャンをやっていまして、まあ、自分が経営しているサロンで働いてます。すごいですね。すげえ。あなたたちの中だとゾムさんとかマッサージしたら可愛い声出しそうでいいなって。おいちいの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 ピッピッピッ。え、鈴葉、これこれしまこれしま、お前の判断間違ってる。なんだと。あれはええ女や。お前未亡人に聞かれてる。ゾムやってもらったら。え、ちょっとどこのマッサージしてくるんですか。猫背の男性とかって施術したらすごく可愛い声出してくれるんですよ。へえ。ああ、そうなんですか。なるほど。いやー、じゃあ一緒にマッサージします。この後一緒に店に来ますか。ああ、いいっすね。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、焼きチーズどうぞ。あ、ありがとうございます。ちょっと待って、なんか俺もちょっと猫背になってきちゃった。おい、ちょっと待って、あの2人チームから取ろうとしてるの大丈夫。みんな言うた女2人で言ってるの。完全にやろ、おかしい。こんな話じゃないんだ。こんなことのために俺はズンボン連れてきたわけじゃないんだ。一体どういうの。おい、チーノちゃう。ないよ、俺はこんなのタイプちゃうから。大丈夫、話して。オッケー、いや、その言葉聞いて安心した。裏切りタイプのやつちゃうか、今の。待って。あれ絶対こっそりチーノに内緒の店行くよ、あれ。いや、ほんまに何言うてんねん、お前。大学時代からゾムが親のことを裏切ったことがあるか。ある。大先生、お前何俺がお前に裏切られたんか。お前本音が出てきちょるやめろ、お前。この島が言ってた。なんでやねん。まあ今俺、まあ今しれっと実は俺歩きたい。僕は全然未亡人とかまでやなくてなんで全然いらないっすよ。え、お前その音量で大丈夫か、お前。え、お前大丈夫か。いや、女性陣顔死んでるよね。じゃあ次の方、みんなでまた鈴葉さんの施術受けに行きたいですね。うん、そうだな。次の方。いや、私はミオって言います。ペットの調教師をしてまして、吠える癖がついた子だとか、トイレができない子をどうにかしたいなって思っている会社さんのお手伝いをする。じゃあ、そこにいるコネシマっていうやつ、調教して黙らしもろって。そうですね、コネシマをぜひ。あ、大丈夫ですか。僕なかなかあれですよ、トイレの場所を覚えられないですよ。大丈夫ですか。トイレの場所覚えてへんから、ちょっと早く。大丈夫ですか。チーロもそうだね。トイレトレーニングしたい。俺もトイレの場所覚えられへんな。集団調教できるんですか。大丈夫ですよ。吠えたりする子やトイレができない子っていうのは愛情を持って接されたことがないからできないんです。愛情を持って接されたことがないからできるんです。うわ、素晴らしい。これは本物だわ。本物だね。これプロだった。チーノ。ないや。あいつは大切にコマ出せ。コマ出せ。大切にコマ出せ。いや、無理や。なんでやねん。なんでこれしまハンガーで出させんねん。大切にコマ出せ。お前に1個やるからお前が出せんもん。次の方。サッコって言います。私はゲーム実況してるんですけど、
将来のこと考えずに今が楽しかったらいいかなと思って今のうちに稼ごうと思ってゲーム実況やってます。チーノビチーノビチーノビあいつあれ B やな、あれ B やわ、チーノあいつ B、 結構稼いでるんですか。そして最近ではたまに CM とかにも呼ばれることがあって、すごい大人気やん。おいみんなこいつはあかんわ、俺のただ一つのマウント増える年収で超えてきそうな香りがする、やめよやめよ。え、なんてちょっと声小さかったわ。あいつは金を稼ぎすぎた、だからダメだあのダメだ。シマシマシマ、あのチーノに向かって小さくピッてして、あのこいつこいつ地雷やわ、ピッてして、シマ確かに、いやシマ分かる、サッコは地雷やな、分かる、お前の気持ち分かった、ありがとうじゃあ次の方私ゆうかと申します。宝飾店で働いていまして、ジュエリーの販売員をしてます。すごい、みんなすごい、いいね、すごい個性ある人ばっかだな。褒め方ってチーノさんとかいいところにお勤めに なってるはずなのにアクセサリーがあまり見受けられないので、よかったらこの後どうですか。おお、行け行け、お前、いやお前でも、おい待てよ、お前チーノ、お前持ってきたアクセサリー見したらんかい何言うて、お前トントンやめろ、人に見せるようなまだ段階じゃないやろお前。まあ、でもお前の判断か。お前の判断で今ここで見せろっていうのであれば、まあ、こうなのか。話し合ってるぞ。どんどん話し合ってる。ここか。確かにいくつもの判断をお前に任せて成功してきた。いや実はね、僕今日こういうの持ってきてまして。どうですかね。立派なエンゲージリンクですね。どこのブランドなんですかこれ。これですか。これあれですね。ゴドビーですね。俺の名前出てきたよ。メルカリのこのBですね。はい。